Stuff out. There we go. That was hard. Unlocks that. Still trying to find some certain skills, but I can't find them now. It might be in the other areas then. Let me check it out. No. Not that one. Nope. One of them I'm looking for. There's one more skill I'm looking for. What was it called? I think it was called Body of the Strong. Something like that. So what could it be? Well, this. Don't be in that section. It's over already? I'd have to get him down to full health, not halfway. Well, that was goddamn anticlimactic. いい加減諦めたらいかがですか。英雄気取りの大罪に、その不粋な獲物を振り回したところで全ては無駄だ。諦めるわけないだろう。お前の盾を、一度は破りかけた。第二屈指で敗北する気はない。<笑>相変わらず不愉快で安いセリフを吐きますね。あの過去と同じように。しかし、偽りの英雄も舞台には必要不可欠。お前にはむしろ感謝すべきなのでしょう。 一体何を言おうとしているのかわからないが、シャバにつき合ってる暇はない。残念だが時間のようです。これで目的は果たしました。ですが、せっかくですし、お前たちに贈り物を差し上げましょう。さあ、騎士長、 出番ですよ。おっと、嬢ちゃんから離れろ。そう願うな。お仲間を殺しなさい。悪趣味だな。何をおっしゃる。戦いを求めたのはお前でしょう。ほら、ベルクーリ新セシス1を用意しましたよ。 さあ、戦いなさい。あ、正しくないぜ。こんなことは。<笑>そうか、言ったぞ。俺は正号騎士長。部下を守るため、
お前さんを切ることに躊躇はねえ。みんな下がってくれ。ベルクーリさんとは俺一人で戦う。本気で行くぞ。聞いと。 Oh, this is... Okay, he's done.
お前さんの未来は切れないと言ったな。だが過去ならどうだ。過去はどう足掻こうが存在する。何があろうと消しようがないだろう。存在ただ私には過去など。あの一撃を狙うためだったんですね。あまりに激しい切り合いに見抜けなかった。 俺自身もこのままベルクーリさんに切られるんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。<笑>そりゃお互い様だ。<笑>古びた騎士人形風情が調子に乗ったことを。キリ、もはやここに用はない。正しい余興をどうもありがとうございました。待って、走れよ。 この地を忌まわしき大罪人の先決で染める気でしたが、今回は諦めましょう。だが次は容赦しない。必ずやお前たちの存在を消し去ってやる。 仕方ねえ。今ジョーちゃんたちを助けるぞ。 ああ。 わからない。そういえばカーディナル様が種子の解析をしていると聞きましたが。ああ、おそらくハーシリアンが回収し損ねたものを俺が偶然手に入れて、それをカーディナルに渡したんだ。もしかしたら解析の結果が出てるかもしれないね。そうだな。 カーディナル。おお。セントラルカセドラルの何が起ころうとしているんだ。切り離されていた貝が 少しずつ下がってきておる。完全に降りてくるのは時間の問題じゃ。ねえ、カセドラルのてっぺんが降りて。なあ、何か懸念があるのか。これまで侵入を拒んでいた最上階が降りてきたんだ。アドミニストレーターの計画は進んだ。今のうちに
お主らに放った解析結果が出た。趣旨に関してはその様子から察するに。 最終的にカラントの花は種子、聖豪騎士から何かを奪うために、ハーシリアンはこう。いや、どういうことだ。皇帝の墓地にあった種子を解析した結果、一体アドミニストレーターに関する記憶情報。そうじゃ、アドミニストレーターに関する。それじゃあカラントで聖豪騎士から奪ったあの種子の、そう考える一つ質問じゃ。確か 最初に、そうじゃ、ジャイアント族のソラク、直接アドミニストレーターに会ったことがあるかどうか。なるほど。皇帝は年に一度最高司祭。それによってアドミニ記憶情報が入っている種子を集めている。さっきも言ったように、皇帝がアドミニストレーター、皇帝が持つアドミニストレーターの記憶情報に、あるいはディソルバードか。何？そうだな。直接尋ねるつもりか。ああ、それ私のメディノ。私が最高司祭様の復活に手を貸してしまった。そのせいでハーシリアンの真なる目的に気づくのが遅れた。いいえ、あなたのせいではありませんよ、メディナ殿。 この事態の原因はハーシリアンです。そうそう、それにな、それにメディナと冒険者が力を貸して。みんな、メディナ、僕も。でも私はそんなことどうだっていい。キリト、僕もね。それでもキリトは許してくれたし、友達。ユージを。ふん、うじうじと悩まれるとアリス様に 武功を立てたいという思いに変わりはないのであろう。そうそう、メディナッチはなかなか強いからね。将来有望だよ、聖豪騎士になっちゃうかもね。飛竜と珍奇をもらうのはもちろん私たちが先ですけどね。悩んでいても仕方がないわよ、メディナちゃん。 どうだった、ベルクリさん。相当危険だな。中は強引に突破するのは難しそうか。ああ、こっちも。私たちはキリトさんの役に立ちたくてこの世界に来たんです。お兄ちゃんが行くべきだと思うなら私も一緒に戦うから。 まさか。これから俺たち人海守護の任を負った私たちがこの戦い、私たちの家を取り戻さないとね。切り替えのある魔獣いるといいな。 正義は私たちにある。聖豪騎士はアドミニストレーターに対し今なお忠実彼女に対する範囲を抱けるのか。お前さんは考えが顔に出やすいな。確かに。ベルキリト平気なのか。けど承知の、みんな。
はい。ありがとう。キリト、カセドラル突入の準備はどうだ？まだ時間が。私もだ。みんなも手こ魔獣討伐、それらが揃うまでは。そこで何でも言って、私はこれからいくつかの手。今からか。どうせ武士。それは。そうか。それでだ、キリ。お、俺。だけど、いいのか。これからもっと忙しくなるしな。そんなメディナに何かあったら、護衛の意味も込めて感謝する。ではさ、必要なものは全部揃ったみたいだな。オルティダノス、久しいな。私もちろん。中堅学院の生徒か。隣の男は見覚えがあるが、すまぬ。ああ、それで。釣れないな。学院、貴様の近況も聞きたいしな。ええ、武功だと。まったく笑わせてくれる。こいつら。貴様は欠陥品なんだぞ。その辺にしておいたらどうだ。何？貴様、欠陥品をかばうのか。そういうわけじゃないが、少なくとも魔獣討伐が何なのだ。名声欲しさだとしても、彼女たちが戦ってくれて。彼の言う通りだわ。お前それにオルティナノスって。ああ、昇級試験でもいい成績を収。そうね。私のおじだと。アルティミアス様が。アルティミアス、例の猫社。アルティミアス様がそうおっしゃってるんだ。くっ、もう。それ、おじがまた会いたいと言っていたわ。おう。大丈夫か。正直何が起きたのか。今メディナの努力がオルティナノス家に対する否定的な印象を覆したんだ。散々頑張ってきたんだ。少しずつとはいえ、私の努力が。お前を裏切った私がこんなこと。おこがましくなんてないさ。め、それはそうだが、正直心の中では自分の行いって。オルティナ。ああ、だからこそ私は。でもお前たちが。そんな偉そうなことをしたからこそ。遅くなってすまない。あ、あ、さて、必要なものは全て揃った。それじゃあ行こうか。ぼ、Got this sex though. Yeah, I don't need a recap. Nah. Easy. 頼む。
I go exploring, I'm gonna look at see what I can get. So I need to upgrade purple stone and make a shape.